ラジャジーをご覧の皆さんこんこにちは三橋です今日はですね、まあ、改めて第26回参議院選挙を受けて、まあ、その結果がどうだったのかというのともう一つはこれからどうなのかあるいはどうするべきなのかですねについて考えてみたいと思うんですけどもちょっとね注目はね東京選挙区なんですよ。今回の参議院選選挙挙において東京選挙区は もう例外的って言っていいでしょうね。あの、投票率高かったの。全国3位です。全国、都道府県の中で全国3位。信じられないですね。東京が投票率高いなんて。確か57%ぐらいだったかな。うん。まあ、それでも低いんだけど、低いんだけど、あの、今までとは比べものならないですか。びっくりするぐらい高かった。でね、注目はですよ。もちろんその自民党の2人の候補と公明党の候補が、まあ、軽く受かったんだけど、受かったんだけど、 残りのお三方っていうのは、えー、立憲、共産、令和、新選組か。ということでですね、あの、消費税減税を主張していた方々なんです。で、自民党がもちろん、あの、消費税減税反対ですよ。からなんだかんだ言って、東京選挙区、まあ、6人区ですけど、消費税減税反対派と賛成派で3対3になったんですよね。議席数は。議席数は。ところがですね、よくよく見てみると、 その野党をねその要はあの当選した3野党の方々以外にもその野,、まあ、野党といか、非与党だな、非与党の方々に投票した人結構いてて、そこほとんど消費税減税賛成なんですよね、あるいは推進、あるいは廃止ですね、廃止だったんです。何気にですね、何気に、まあ、国民民主党とか合わせると、消費税減税に票を入れた人が、東京選挙区では過半数超えてるんですよ、過半数超えてるという結果だったんですよね。 で、この話のポイントっていうのはですよ。まず、まあ、一つ目はですね、とりあえず、消費税減税、賛成派が、現実多いんですよ。それはそうだよね。なんだコストプッシュ型インフレなんだけど、消費税減税正しいんだから。に、という話なんだけどそうじゃなくて、その投票してない方々ね、43%ぐらいいるわけですよ。多分、その方々って、おそらく、まあ、比較的若い世代で、だって若年層投票率の方が低いからね、はい、若い方々で、 で多分独身でシングルで結婚されてなくてそれで例えば派遣であったり非正規雇用でその低所得に苦しんで,で目の前の物価高に本当につらい思いをしている方々が多いんじゃないかなという推測が普通に成り立つんですよ、はい、だって若者の投票率の方が低いんだからで非正規雇用若者の方が多いからねまずそこへのアプローチですよね、はい、で多分その方々っていうのは非常に孤立的に生きてると思います 要は会社という共同体にも属してなくて、それで非正規雇用、あるいは派遣という形で、そのまあ阻害された形である意味で働いてるとで、安い賃金でいい品質のサービスを提供させられているという状況です、で将来不安だらけですと、将来ボーナスもないと、であの将来的にちゃんと年金払ってるのかどうかも分からないけど、国民年金高いですからね、それ、将来不安しかないと、当然結婚なんかできない、子育てなんかとんでもないと。 今回の参議院選挙で、子育て支援とか打ち出した方々、あの政党が結構あって、まあ、別にその反対する気はないんだけど、多分そういう政策を主張しているその、まあ、候補者であったり、立候補者であったり、政党に対して、その方々ね、要は低賃金で働いて、で孤立感が深くって、将来不安だけしかないと、結婚なんて夢ですよと、贅沢ですよという方々は、多分反発したんじゃないかなと。 思いますけどね、それをちゃんとその政策を耳にした、まあ、してるかどうかも分からないんだけど、そういう方々をどういうふうに救済するんですかと、助けることできるんだからというアプローチがまず1個、すごく大事だなと思ったんだけど、これは、ね、1点目ねで、2つ目なんですけどね、あの今回の参議院選挙で、えーまあ、ご存知でしょうけども、例えば、参、えー、政党が躍進というか、まあ、登場して躍進したって感じなんですけど、170万票ぐらい取った、素晴らしいと思います、すごいと思いますね。 このやり方ってのは、まあ、各選挙区に全員、すべて候補者を立てると。で、その方々を受かる可能性はほぼゼロなんですけども、とにかく賛成党っていうのをこう、訴え続けるってもらうと。そして全国比例で勝つという。前、まあ、あの、NHK 党が、立花さんがおやりになった戦術をそのままお使いになられたんでしょうけど、これパクリとかじゃないからね。はい。みんなそんなこと言ったら選挙戦略なんてみんなパクリになったからさ。あの、見事におやりになって、それで、え神、ー、谷総平さんが、 当選されたと。これも非常におめ,でお,めでたおめでたい話でございます。本当に心からお言いや申し上げますけどもね。で、それで気づいたんだけど、あの、今ね、日本は、その中野武史先生が作ったマトリックスの、このもろな争いが出てるなと思って、これ右寄りグローバリストって自民党ね。自民党。はい、左寄りグローバリストって、まあ全員が全員じゃないんだけど、例えば立憲民主とか共産党で、LGBT とか、 あ外国人の人権とか、なんか意識高い系のことを主張する人たちですね、この争いをずっと続けてきたわけです、日本の政治っていうのは。いや、そうじゃないのに、国民を置き去りにするなよって話で、それで左寄りの反グローバリストである、まあ、これはあのご本人たちが多分意識してんだろうけど、れいわ新選組と、さらに右、保守の反グローバリストである、えー、政党がポコポコぽこう出てきたわけなんですよね。 でまあとりあえず議席党っていうのは、まあ、NHK 党はちょっと <laughs> よくわからないんですけどなんか規制緩和とか自由とか言ってるからよくわからないんだけど、はいまあ、一応、保守と言っていいでしょうけど、まあ、反グローバルかどうかわかんないんだけど、まあ、とりあえず賛成党とそして国民民主党がですね明らかにこの右寄り反グローバルストの,あの証言に入ってきようとして入ってこようとしてて、まあ、それはそれでいいんですよあの、素晴らしい戦略だと私は思いますよ、あの玉木代表、非常に頭いい方なんで、ちなみに同い年ですけど、私玉木さんは。でね、ここで気づいちゃったわけ。 参議院選挙はまだいいんですよね例えば複数人区があるわけ東京だと6人区でしょ六人区これって中選挙区制じゃないですかはい中選挙区制であと全国比例があるわけえ全国からその人の名前を書いてもらってあさあ、まあ、みんな知ってると思うけど参議院選挙の比例区って非拘束名簿方式だからだからあのもちろん例えば、えー、自民党に投票するなら自民党って書いてもいいんだけど自民党から立候補している誰々って名前も書けるしでしょその名前が多かった順に当選しますからね だからまず自民党とその名前を、まあ、要は自民党系ですね自民党系の票を全部ああのがあの集めて集計してで、全体と比べて票を安分するあ票つ、議席を安分するわけ、13議席自民党を取りました、その13議席はあのだどの自民党の議員が取るかといったら、これは名前を書いてもらった順なんですよね、これが非拘束名簿方式なんですよ、だかられいわ新選組だと、えー、2議席は決まって、1つ特定枠だから、あのもう決まってるんだけど、もう1議席。 誰になるということで一番名前を書いてもらった水道橋博士がご当選されたわけですよね。はい、という形の,、えーあのまあ、全国比例なんですよまあこれはねあのなかなかいい制度だと思うんだけど問題は問題は参議院選挙で言えば一人区一人しか分からないそして衆議院選挙の小選挙区なんですよこれも一人しか分からないわけですで私が何を懸念しているかというとですね 多分これから進む岸田内閣による無政治ですね。無政治と言っていい <laughs> ど、うせ政治なんかやられいんだから、あいつはと。それでコストプレッシ型インフレにとにかく国民苦しめられるという状況になります。さらには電力危機であったり、ガス危機、さらには食料危機というのが深刻化していくでしょう。確実に。そうするとですね、例えば、れいわ新選組であったり、参政党であったり、国民民主党といった、そういうあの反グローバリズムの政党に、 期待する声は高まっていくでしょう、う高まっていくでしょう、うで、あのまあ、実際だからあれですよ、今回の参議院選挙でいったら、実は何気に比例,比例票を見てみるとあの、自民党、公明党、維新も減らしてるんですよ、まあ、一番減らしたのは立憲民主党なんだけど、意外でしょ、<laughs> これ、何と比べてるかというと、あの昨年の衆議院選挙ね、で、あの増えたのが国民民主党とれいわ新選組と NHK 党です。 参政党はゼロから170万とかなってるから増えたって言わないんだけど、一番増やしたのが国民民主党です。次が NHK 党で次が令和新選組なんですけどいや、これは確実に反グローバリズム。つまり、我々国民助けてくれよ、いい加減に政府っていう、そういう政治的なパワーっていうのが高まってきてるんですよ。確実に、はい。で、それはそれでいいんだけど、いいんだけど、問題は反グローバリズム政党はバラバラだってことなんですよ。バラバラですよ。 これからも羽後のタケノコのように出てくるような予感がするわけはいまあ令和新選組とかあるいは参政党のあ見事なあの勝利で勝利って言っても言っていてもあのそれを見た方々はじゃあ俺もって形で新しい政党を起こすんだよね多分ね <laughs> さあ、えー、反グローバリズム側がですねいっぱいこう勢力がありますいっぱいっていうのが重要ですねいっぱいっていうのは,ここでは人数の話じゃなくてあの政党数です政党数政党数いっぱいあります はい、いう状況ですね反対側でグローバルム勢力はですよ、まあ、ちょっと維新は除くけど、少なくとも自民党と公明党はですよ、その総選挙区に対して1人しか出さないのですよ、あるいはその1人区に対して1人しか出さないわけですよ、一、はい、人区、参議院選挙の1人区とか、小選挙区制の問題っていうのは、これは1人しか受からないところです、受かなつまりですよ、例えばある小選挙区に、れいわ新選組と参政党があの候補出しました、自民党も当然出しますよと、で三者の戦いになりましたと。 で反グローバリズムの熱がものすごくて、ですねそれでちょっとなんか左かかってる方は、れいわ新選組に、右かかってる方は、参政党に入れるじゃないですか、で両方とも30%の票を取った、すげえでも自民党が40%取ったら負けちゃうんだよね、わかるでしょ、6割が反グローバリズムの,その投票だったとしても、その分散していると、4割しか取ってないグローバリズムの政党に勝てないんですよ。 この問題ね、多分今まで誰も言ったことがないんだけど、それはなんでかというと、そもそも反ブグローバリズムの政党がなかったからなんだけど、多分これから大変な状況に、深刻な問題になっていくでしょうね。はい、例えば、まあ、その衆議院選挙でも、あるいは参議院選挙でもそうだけど、自民党政権をひっくり返すまでいかなくたって、自民党の国会議員たちを反省させるためには、一人区、もしくは小選挙区で勝つしかないんですよ。 多分比例で言ったら多分あの反グローバリズムがあの過半数締めますってもうなってるのかな多分普通になりますよ、このままだとでもね小選挙区とか選挙区では反グローバリズム側がバラバラだったら絶対勝てないんですよさあ、どうしますかということなんですよねで例えば、参政党とれいわ新選組とかねあるいは国民民主党とか NHK 党とかですよ その反グローバリズム系、あるいは立憲から出てきた反グローバリズム系の方々、反金属財政の方々とかでしょ、みんながさんとこう一,一丸となって、それで戦ったら、まあまあ、いい勝負になると思いますね、いい勝負になるんだろうけど、まず起きないね、起きない。なんでかというと、だって、あの今回の選,選挙見ててよく分かったけど、反グローバリズムの政党って、すげえ仲悪いんだもん、あいつらって、笑えないんだけど、笑えないんだけど、いや喧嘩するんだったら横でやるんじゃないと、さっきのこれで言うと。 横でやるんじゃねえよとその左寄りハングルオーバリストと右寄りハングルオーバリストと横じゃなくて上でや上下でやるよ戦うんだったらという話なんですよねはいでこれはね何だろう実はあの今の日本に限った問題じゃなくてあの人類がずっとこう悩み続けてきたなあの問題でもあるんですよねはいでじゃあどうしたらいいんですかその解決策っていうのは過去の人類がいろいろ模索してそれで生まれてますなんか変な方向にいっちゃったのもあるんだけど例えばですよ例えば 産業革命の初期マンチェスターあるいはランカシャーの労働者たちはその商店にめちゃめちゃ搾取されていたんです。<music>